ショーン・デービッド・グリーンはアメリカ合衆国入りのイリノイ州デスプレーン出身の元プロ野球選手。左投げ左だ。グリーンはユダヤ系アメリカ人で祖父の代に仕事に支障をきたすことを理由に姓をグリーンバーグからグリーンへ変えている。ポジションはライトでファーストセンターとしてのプレー経験もあった。2001年に49本塁打を放った強打者で、 また守備のレベルも高く1999年にゴールドグラブ賞を受賞した。スタンフォード大学へ進学予定だったが、1991年6月のドラフトでトロントブルージェイズから一巡目で指名され入団。1993年9月28日にメジャーデビュー。1995年に外野手のレギュラーに定着すると打率28。288。 15本類五打54打点を記録、この年の新人王投票で5位に入った。1998年に35本類打、100打点、35投類を記録し、球団史上初の30本類打、30投類を達成。翌1999年はさらに長打力が向上し、42本類百123打点を記録し、打率も初めて3割を超え、 前年142個と激増した、三振数も117個に減らすなど、確実性も増した。オールスターにも初選出され、6月29日から7月31日にかけて、球団史上最長となる28試合連続安打を達成。シルバースラッガー賞とゴールドグラブ賞を初受賞。 グリーンの代理人はエンゼルスを移籍先の候補としていたが、1999年11月8日に、ラウル・モンデシー、ペドロ・ボーボンとのトレードでロサンゼルス・ドジャースへ移籍し、6年8400万ドルという大型契約を結んだ。グリーン本人は、ドジャースのユニフォームを着てプレーするのが子供の頃からの夢だった。家から近いので、エンゼルスも好きだったけれど、 伝統の重みというか、やはりドジャースは特別な存在だったと語っている。遺跡初年度こそ不調に終わったものの、翌2001年は打率。297、49本塁打、125打点と、本来の打棒が復活。打撃成績は、ほとんどの部門で上位を占め、球団のシーズン本塁打記録を更新した。2002年5月23日に MLB 大記録と、 なる1試合4本塁打を含む6打数6安打を記録。1試合19塁打は1954年にジョーアドコックが記録した18塁打を上回る MLB 新記録となった。2003年10月中旬には痛めていた右肩の手術を受け無事に成功する。6年契約の最終年の2005年は1600万ドルの年俸が残っていたがアリゾナダイヤモンドバックスと 新たに3年3200万ドルを結び移籍。2006年シーズン途中にはニューヨークメッツにトレードされた。2007年シーズン後に FA となったが2008年2月28日に引退を表明した。2012年に第3回 WBC 予選のイスラエル代表に選出された。経験な ユダヤ京都で毎年9月末から10月中頃の読むキップルと呼ばれる日には記録がかかっている試合や優勝争いの中の大事な試合でも欠場していた。ありがとうございます。